2001年のスポーツ2001年のサッカー2001年の J リーグ2001年の J リーグディビジョンにこの項目では2001年シーズンの J リーグディビジョンにについて述べる前年に JFL で好成績を残した横浜 FC が加盟し12クラブによるリーグ戦を行った2001年シーズンの J2 リーグのクラブは以下の通り このうち横浜 FC が前シーズンの JFL からの昇格、川崎フロンターレと京都パープルサンガが前シーズンの J1 リーグからの降格クラブである。ホームゲームの過半数は新潟スタジアムを使用 J1 リーグ同様延長戦に入った場合に限り4人までの交代が認められるようになった。3月10日から11月18日にかけて4回戦争あたりの 計44節が行われた。途中、FIFA Confederations Cup が日本で開催され、スタジアムの日程調整のために5月26日の第14節から6月16日の第15節まで中断期間が置かれた。前年降格の京都パープルサンガが若手を積極的に起用し、優勝して1年での J1 復帰を遂げた。またベガルタ仙台が2位に入り、 クラブにとって、悲願の、また、東北地方の J リーグクラブとして、初の J1 昇格を果たした。43節まで2位を維持していたモンテディオ山形は、最終節で勝ち点3を得ることができず、昇格を逃した。前年降格の川崎フロンターレは、監督交代や主力選手流出などの影響もあって、優勝、昇格争いから早々に脱落した。 前年に存続問題で揺れたバンフォーレ交付に続き、ミトホーリーホックもクラブの存続が危ぶまれ、共に会でシーズンを終えた。大分トリニータは本拠地に大分ビッグアイを追加。またアルビレックス新潟は実行式には新潟市陸上競技場が本拠地となっているが、新潟スタジアムで過半数の試合を施行し、事実上本拠移転となった。 最終更新は2001年11月18日の試合終了時出展。J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数。ありがとうございます。